梶川殿、恐れ多くもご勅使に対して御台所よりお礼言上を申し上げられるがごとき大事を何が故に直々にこの吉良上野介にお尋ねくださらぬか。匠の神殿に何分かり申そうぞ。は、儀式典礼の本職に任ずること44年のそれがしを差し置いて匠の神殿ごときになぜお尋ねあった。は、匠の神殿はご折半役とは名ばかり、晴れの御行事、竜影の御儀式など務
太まり申そう御仁ではござらぬ。これまでにお役に立たれしご諸侯も数多くござるが、かほどまで無知無作法な御仁は一人とてござりませぬ。今日は上様ご勅と大切なるご勅使ご折半結びの一日、すでにご勅使もお上がりじゃ。上様ご勅等の恩義済ませられなば、その上それがしより直ちに申し上げる。の儀につき存じよりあらば相正すようにと上位によって我ら領人まかりました。ご情報によって言葉を改める。その褒義今日お場所は決まれず、光助の助と相当に及ばれたのはいかが心得てのことなじゃ。恐れ入りました。一文の申し開きもございません。神へ対し立てますりではいささかの恨みもござりませれど、私のしくりをもって全王をお客つかませり、格は人情に及びましたりしたり、光助の助を打ち果たす心であったのか。一先一二寸短かりした。残念に存じます。私の救いと申するは、この場に至りましてはもはや何事も、ただ残念な光助の助を打ち損じ取ること、朝でにござりますれば、
熟未練お払いくださいましょう。この上はご情報通りお仕置きをさせられますようお願い上げます。
国の神に先刻お場所柄をもわきまえ自分祝意をもって吉良上野介之助に人情に及び候を断不届きにつき田村右京太夫にお預けその身は切腹仰せつけられるものなり。はっ、お待ちくださいまし。段々の仰せを渡されながらしばらくの間ご返答ご猶予を願い上げ立ちまつります。門伝八郎一条件で申し上げます。浅野見柄を田村家へお預かりの一条のほかは私におきましてはお受けいたしかねまする。ご裁断を願い上げます。何と申す。最前も同役一同より申し上げるごとくお上豊田氏に対した組の神の作法いかにも神妙に存じられます。神に対したけまつりいささかの大神もなく自分一個の祝意を持ってうんぬんと十が十まで侍として潔き返答と聞きました。どうしても匠の神は五万石の大名今日のお預け即刻せっとくとはあまりお手軽なる仰せを出されようかと存じます。お門伝八郎を昇進ながらご政治ご金身の端にも預かりまする以上ご政党のお手抜かりをそのままにお取り次ぎいたしかねます。ご政党のお手抜かりだ。匠の神とて五万石の亀を投げ捨て今日のお役目靴はおぼし柄を忘れて人情に及びましたあとで乱心にもせよ吉良上野介の方にお血を足と申されますまい。侍は侍らしく人をもってお裁き願わしを存じます。上野介之助に対するご勝利は無法の牢敵を受けながら殿中のご作法を恐れて手向かいいたさず対等に手もかけざりしいたし方がいかにも神妙にお示されたのじゃ。余が二人がすればつまらぬことが御意にいるものでござる。敵に面体を切りつけられてもただうろうろと逃げ騒ぐばかり。我が隊党を抜き合わす気力すらなかったを卑怯者の臆病者と詐欺しむは我らの誤り。なるほど、吉良殿は殿中を恐れお座所近きをはばかって我が刀に手をかきなかったものでござろう。それにしても吉良上野介之助と申す御仁は侍としては風上の桶の人でござる。おかどいい思い、楽思い、後を思いず先を憂えるその損得の身が先だって侍としての性根を失っておられたと見えます。おかい御用情において今日の僧と匠の神の来信匠の神の人情に一決せられたるご模様なるが役の被災を門伝八郎軽々しくご同意はいたしません。天下人情か西王のお取り正しあってしかるべき場合と存じます。せっかくの申し立て勝はもっともなりと思われる不審もあるがもはや柳沢美濃の神殿のお耳にも入れご決着に相なりたる上は縁がいも相なるまい。お手前の申し立ては我ら両人において聞きよう。もしかして柳沢美濃の神殿のご一存のご決着にござりますが何もって申し上げてもありません。悪く詮索はいたしませぬが柳沢殿は吉良上野介之助殿と当時ご内縁続きがあるように承知しております。あまり肩落ちなるお仕置きありては土佐の大名どもの存じよりも恥ずかしを存じまする。柳沢美濃守様に今一応のご支援を願います。言葉が過ぎるぞ。天下の政治に二つはない。いや、天下のご政治に二つなければこそ最初のお裁きが大事。いくとなりともご返事あって天下に正しき政党をお示しあるべきと存じます。異例の者より申し渡される上状だ。観察の者において最後にとどむる言われはなし。仕切って申し立つのはその分におかんぞ。仕切って申し上げます。天下ご大政のために申し上げるのは注意にございます。世の神様に手前申し立てお大事に出会いいじゃならん。ご政治の弟子は出会いの存在にあることではない。申し上げます。
門様、お門様。あ、甲府中納言様よりのお言葉でござります。元和の演武より70年、世は太平に慣れて侍心地に落ちたる時、今日その方の振る舞い武士の本分にかの綱とよ忘れおかぬ、かように申し聞けよとの仰せにございます伝ご一存をもってよそながらのおいとまご用意しになりましたる次第、浅野家家来片岡源五右衛門に申し渡したるところ、事の深ありがたがり、このご恩決して忘却いたさるとのことでございます。いや、恐れ入ります。ご家来の心中察しております。
殿様、田村邸にて家のお時刻にござりな。我々は黙って、王子様のお察し通りに働けばいい。
調子が狂うてはいやしょった。かかるご教員のお早ぼけながら、条文も固め、塩を守る。すぐさま町民指揮をせてそろばんをはじく。そのらに対して何たることよ。それで お城を預かりの役が立ちましょう。我らなども、猪木に落ちぬことばかり。おかえちゃん、よせい、よせい。何事でございます。そもそも誰のこと。城内お金の勘定をいたす。お長面の役は不毛の黒部お頭大石さんのご決でございます。勝手と申されては迷惑つかもしれません。ラセイ、来い、ラセイ、ラセイ、ラセイの申し出し、ラセイ、ラセイ、具体変の知らせを受けながら、通報を弾いて全開業と、被害の人質問であることに、匠の神様ご手合いは、船之助殿の一人でも下るまい。八分十役どもの表にも待たずに、さよう、先派な下事をなさる、船之助殿ではない。いや、確かに、それがしの指図に相違ござりません。ご苦労、何ほどに愛だったか。詳しくは、これに。およそのところは、九百貫と存ぜられます。九百貫か。米に直せば、二万何千石。ご当家一年の総物なりよりはるかに上だ。それほどの銀札がご領内に通用いたしておった。して城中財金だか。は、七千両ほどにございます。千両。やせ、措置などの考えでは。およそ南部ほどに引き換えができる見込みじゃ。おい主事、主人浅野家が立つか潰れるかの境でござるぞ。それよりは国中取り沈めの大事の務めが。言葉ながら、もし浅野家の退転となれば、まず何よりも先に銀札引き換えが差し当たっての急務。家中の者の生き死になどは第二といたし、まず百姓町人の立つ立たぬを考えるが、殿様へご奉公でござりましょう。いや、百姓町人などは命に三の次じゃ。家中の者への振り当てをまず第一にご配慮あるべき。それはなりませぬ。赤穂四軍があっての浅野家、浅野家あっての赤穂四軍ではござりません。四軍の百姓町人に浅野家のため損失は与えられません。あなた様はそのための仕置きがろ、急ぎそのお骨折りが願わしゅう存じます。お、立ちの間は申し上げます。ただいま早めの者立ち返っての中心に代理のお金がほとんど到着にございます。使者は誰だ、わからんか。これは宗右衛門殿、大石左衛門殿の方と存じられます。宗右衛門は自身のお早く。屋敷をはじめとして赤坂屋敷、本庄牛
下屋敷まで即日即刻のお取り上げでございます。して当日のお直使御教皇の御儀式はいかがいたされた。殿中ご異変のためお取り述べにでも相なりましたか。いえいえ、御儀式場お城書院を急に黒書院にお移しなされたばかり。あとは万端順序のごとくめでとうご大礼を済まされました。ご大礼にお差し障りなかったか。それは何よりありがたいことであった。ありがたいことであった。で、キラ殿のご処置は何のお構いもなく。何のお構いもない。いかに殿様ご断慮と申しながら、ご公儀においてもあまりと申せば無慈悲堅落ちなるご世話。もう申し渡しの御所もあろうか。まずお叱りの角を受けたまわりたい。ご承知文は、これ。読め。浅野匠の神、菅宝義、吉良上野介、異種子である義見、自説柄と申し、殿中をはばからず、理不尽に人情まろよび。花よりもなお我はまた春の名残をいかにとかす。
と思い、今日は純子追い払といい、少しも決定するところがございません。その場に大野様ご一党、ご舎弟大学様をもって朝のお後め最高のことを申し出され、穏便にお城明け渡し、ご婚儀標準を申し払われますとやる。また決起中義の方々、ことに岡島様、竹林様など、裏切り者を打ち果たせと大野様を付け狙っておられますとか、この家中町町の人心を一つにお束ねなさる蔵之介様ご存じはいかがござりましょうか。母様、兄上はトト様と一緒にお城へ上がり、切腹いたすと意気込んでおられました。それは誠にございませんか。おなたたち知っておりましたか。夜も更けました。下がってお休みなされ。杉はいませぬか。子供たちを。引き用はまだ何もございません。兄上もお殿様のお後をしたい、追い払いなされますか。父を、寝てはおられません。ぐらいの子がこのように立ち騒ぐもんではありません。大事の時にこそ常々通り振る舞うよう心がけよと日頃父上のご提起忘れましたか。蔵之介様とはいとこ同士の続き柄とは思う。年も身分も違い、ありようのお尋ねもなりませずが、家中心ある方々は蔵之介様ご決心をひたすらお待ちかねの模様に見受けられます。私の夫牛尾田又之丞などもその一人にござります。夫も私などへは何も明かしてくれません。何事も分かりかねますのが、ただ一つ私の目にも見えますること、身を細らせ心をつからせて大事な知らせを待っているように思われます。その知らせを待って夫の心が決着いたすのではなかろうかと考えております。大事な知らせと申しますと。それが私にも分かりかねます。
とご評判を。村之助殿、何よりまず殿様ご尊礼にお聞かせ申し、お喜びを申し上げたいことがあるのじゃ。まずもってお直視にたたれし柳原権大納言様、高野権中納言様、それよりお大臣家主役様のお玄関を回り、主人浅野匠の神子とこの度江戸表において異様ようなき武作法の次第、家来一同より謝り立て祭る、お式台に座り猛髄を砕いてひたすら詫び申し上げたるところ。富良之助殿、諸家中お申し合わせありしごときご工場にて終敵平子大助之助を打ち漏らしたること不憫不憫、家中の心地を察し入ると痛み入るほどのお悔やみでござった。では部長法のお憎しみもなく。まだあります、富良之助殿。これは申すももったいないことながら、京都御所のうちより匠の神一年達せず不憫なりと恩噂を漏れ受けたのはったものがあるのじゃ。この度匠の神長典の部情報を実もってカロカラぬ罪にござります。たとえ意趣ありとて遺言ありとて、お直視に対する無礼は無礼、大不敬の罪に問われましても一言の申し開きなき場合、それを京都御近中より漏れ受けたまわる御噂、お追従地苦行様方よりお悔やみのお言葉、これにて匠の神救われました。家名の断絶惜しいことではござりません。所領五万三千石嘆くことではございません。万一京都府警の罪に問われれば、浅戸匠の神長典は平成末代身の置きどころなき直感の身、我ら家中一同とも日本国中にかがむところなき府警の罪に服さねばなりません。我らいかに焦り願えばとで、匠の神無念の仇討ちはかなわぬ義にござりました。それ一年達せず不憫なりと救われました、救われました。京都へ帰り御所御門祖と白砂の上に知れ伏して、よそながらなりと匠の神はじめ家来一同の御礼を申し上げられたく頼みます。頼みました。
五右衛門殿、お帰りなされ。いずれ帰られ。行こうまで食べたのじゃ。本国総括中は皆口抜き、話になる者は一人もいない。我ら何のために春晴れ江戸より駆けつけたのかわからん。ご家老様ご支援を。それが定まっているぐらいなら文句はないのだ。さあ帰られ。我らも江戸へ立ち帰り、我らのみにて寸志を立てるつもりだ。ダメだ、堀部帰ったな。いや、お構いください。八十代も話が、まあ、私に言うことに。いや、しかし、そ、どうも。最後の症状を見届け、その上のことにしても良いではないか。いや、見届ける用もございます。いや、それ待て。駐在門、あなた様はご家老が右の腕と頼まれるお年寄りへお尋ね申しますが、本国においては何をもって浅野家最高の儀など公儀へ嘆願なされたのだ。お家最高、それは事実でございます。そのご進呈を受けてまいりたい。それをご家老がご志願最中なのじゃ。もはや志願の時にござるまい。駐在門殿、我々がかく、はるばる駆けつけたらお何故と思われ、この後たちは殿のご生涯を無念とは存ぜられんのか。そりゃ言わいでも。なら議論の余地などないではないか。当方向上はいかがになりまするか。事の公儀お分け渡しにござりまするか。それが今日の症状次第、今よりいずれとも定められぬ。こなす様には我らを江戸詰めの者と侮り、ご進呈を打ち明けくださらんのか。決してさようではないが、何分重役の意見さえ二派に分かれ、今のところ一決の真意が立たぬ次第なのだ。一決のご真意が立たぬと申して、お城受け取りのご城主の軍勢は君盛に迫り、ご公儀お目付衆の到着も今明日うちと定まっている。それにてもなお一決のご決定は立たぬのでござるか。立たぬのだ。宗右衛門様、この方お早に立たれて今日が日までこの阿公で何をしておられましたのじゃ。我ら宗右衛門様がお早に立たれると聞いたとき、宗右衛門様なら我ら江戸の者の志をお国表の方々に伝えて、きっと公儀ご政党の片打ちを世情人心に知らしめてくださいよ。そう喜んでお見送り申しましたのじゃ。それに来てみれば、この分かってる分かってる、今しばらくお待ちなさる。ことはそうたやすく参るものではない。本国には本国でまた事情があるのじゃ。我が身かわいな事情でござろう。言葉が過ぎるぞ。これが見えるか。一節ずつ秘蔵の脇差しを携え、浴衣を一枚ずつ用意して、親子に生き別れ死ぬる覚悟で参られたのじゃ。お主たちばかりが忠義ではない。国表の者とて忠義に変わりはないのじゃ。しやがら貸す先はそれでこう殿の無念が晴れると忘れられますのか。天下の物笑いになるだけではござらんか。いや、それ、残念にございます。吉良殿のお屋敷では、殿ご切腹以来、直ちにご本家お手伝いの家中ともども150人余り、毎夜寝ずの晩にて屋敷を警護いたしおると聞きましたが、これは何故のご用心でございます。たまたま、我々が市中を徘徊いたしても、我々はその家老人と知る者は、今宵も吉良屋敷へ乱入いたす者のように、頼もしげに見送っております。150里離れたお国元の各々方の領家を知らぬことながら、我々としては所詮このままには済まされません。ともじゃ。だがこの際の決断は何事も大石殿一存にあることにて、頼りとこを申すべき筋家殿を信じてしばらくお仕えなさい。いや、安部は信じられません。我ら阿公到着以来四五日の間にさえ猫の目のように知らぬのかあるこかろう。安部は信じられません。わしよりはそなたが痩せたぞ。あまり心を使わぬがよい。
何事。本日最後のご表情の次第によりましてこれが一生のお別れかと存じます。お参りにございます。徳兵衛が参った。達者でいたのか。参ったかな。蔵之助裁量せずばこれより城内へまかいこし琴の様お位牌におかけあいたしのと玄関に突っ立ち公正に罵っておられます。生まれつきのきずい者。わしと同年幼少よりの友達だがいつとても喧嘩別れじゃ。定めしまた憎まれ口を聞いたであろう。蔵之助は腰腐れ男じゃ。海を吸い出さずば腰が立つまい。吸い出しの妙薬に津和武器三枚当座の土産だと申されまして紙に包んだ吹きの葉を差し出されました。キャツらしい口上だ。父上、うん、ご城内は通れませんのか。まあ待て。ここの機内と首都圏かまかのうちは祝ってご城内は通れぬみじゃ。
十郎だ。片岡、そちたちも下校なされたか。はい。ご家老、お尋ね申したき儀がございます。御敵光助殿、木津署兵庫奉行の今日、何が家のお家最高ご嘆願にございます。ご本心をお打ち上げくださいと存じます。それがしの本心。はい。お家最高のことが木津こなたたちの機嫌を損じたようでは、殿様ご嘆願によって取り潰されたるお家を我ら家来の者が打ち寄って再興するのは忠義の一つにはならぬのか。決して決して忠義ではございません。はての、世間巧みの神ならぬよ、乱心者でも違いでもございません。すでに殿中においた小さな刀に手をかけるとき、浅野家滅亡は承知の上でございます。浅野家滅亡にも買い難きご鬱憤があればこそ、抜き難き御派がせも抜かれたのでございましょう。この上はただ一年、そのご鬱憤を散ずるよりほか家来たる者の務めはございません。徳さん、ご立中の際のお言葉に喫茶一日に短くして小津家之助打ち漏らしたのが残念なりと、おらくり遊ばされしと申します。このご言葉をいかがお聞きなされます。ご家老様、ご舎弟大学様がもし公儀のご恩命によってたかが一二万石の小大名になられますれば、それで人仲がなりましょうか。片彦光助之助様を打ち果たしてこそ、初めて大学様は世に立って人仲がなると申されましょう。嫌でござる、嫌でござります。たとえご公儀より大学様へ日本国全体に唐天寺ご聖で賜ると、終的吉良光助之助をこのままに置くのは嫌でござります。嫌でござる、嫌でございます。ご家老、ご本心を受けたまわります。この場にては申し述べかねる。何とおっしゃいます。本日最後の表情を前に、家中に明々まちまちの議論あっては、蔵之助の最後の思案は申し述べかねる。善にせよ悪にせよ、必ずこの蔵之助の申すことに一味同心くださる欠陥を拝見いたした。申し付け通り取り運んだか。は、城間の方々一名残らず連番終わりました。総人数は51人にござります。浅野家最後のご恩を定める人数は51人にすぎませんか。様には今頃本父蔵之助様とご一緒に立派にお腹をなされた頃かもしれませんな。我らも同じ侍の子に生まれ、同じ死なら松之丞様同様ご城内へ来、侍らしゅう美目を飾って死にとうございます。それを言うな。短気者、愚か者のせがれと生まれれば是非もないことじゃ。泣けばとて今更俺が分別者、統制者に生まれ変わられようか、バカめ。いつも言う通り、俺の子に生まれたのが己の不運。諦めろ、諦めろ。お城明け渡しの期日も明日明後日に迫りて、躊躇を許さぬの時と相なりました。
しかるに家中の人心は日一日取り範囲いたし、家中三百人のうち今日ただいま最後に頼む決死の人手はわずかにこの五十四人に過ぎません。その中世無二の物語に手前心中の秘密も明かさず一味の欠板を強いましたるは甚だ圧倒がましき処置ながら、いかんともせんすべもなき時節到来と存じ、ついては難題ついでに今一応の無理難題をおのおの方にもご特進くださるよう改めてご相談いたしと存ずる。今一応の無理難題というは、ご一同には今日ただいま限り当城内を立ち入れてご城下御臨時までお引き上げ願いたいことでござる。大臣はご公儀ご政道の是非に関しては今後固く口を閉じ、批判がましき言葉を決して口外されぬこと。第三にはおのおの方の少子身体は以後全く蔵之助にお任せくださるようご誓言が見とうござりまする。この際一心を投げ打ってご上司に反抗することは敵に似て安い。お城明け私を拒めば公儀の御勢は我らを攻めて、城内の者は一人残らず討ち死にするばかりゆえ、ことは至って軽う済む。しかし教順を第一としてお城を明け渡し、しかも一節を守って最後の志を曲げぬことはそのこと容易に見えて実は固い。男子の見差をなくしては遂げられぬ難事と思う。蔵之助ただいまの存念はただ屋敷を捨てて敵につき、男子として謙遜の道を歩みたいと思う。ご命名のご進呈いかがいかが、お服蔵なく受け止まりたい。推算ながらお尋ね申します。我ら一同流浪の浪人となりましても、一年はただ吉良殿のご存じを忘れかねます。この庭、言うまでもないこと。吉良殿ご存じを忘れぬは、お殿様ご生涯をつかの間も忘れぬと当然。吉良殿ご存じはあくまでも忘れませぬ。助右衛門欠板に加わります。ご家老、安兵衛も連敗を加えのこと願いあります。私も正式欠板つかまつります。私も差し加えさせていただきます。されまするな。各評議一決の上は何事も後の時節、めいめい物静かにご退出あられましょう。そ代々通い慣れ朝席見慣れしお城のうち、襖の絵にもお庭の木にもこの世の名残は残るべし。我らも見納め、おのおのも見納め、静かに名残を惜しまるるがよい。
何か体毛がこれだ心中に秘めたる体毛があるのである。蔵之介、我と俺とガキと輝きを増すはお主もそして必ずともこのまま退きた貴様では何か一足下がったせがれへ見上げて聞かしてくれ。
ましたか。工藤申しますよ、なれど。やはり、お里方旦那様のおぼしめし通り、当大石家よりは暇を取り、田島の家へお帰りなされるが、上分別と存じられます。田島より使いに立ちましたら、私はともかく、江戸の同志の方々を三日も置き去りにして、言うとおざんまい。もう大抵、蔵之助様ご神体の見切りもつきました。この老人は、あなたのご誕生の年、石塚家奉公つかまつり、この目であなたのご成長を眺め、大石家をご仕入れの節は、田島より赤穂まで、お行列の裁量の役をも受けたまわりました。あなたのご不幸を目の当たり見て、このまま立ち返ることはできません。どうあっても僕にもとへお供いたすつもりでございます。お子様方もともとも田島へお連れなさいませ。それならば心飽きなく東京立ちのことができましょう。私は蔵之助の生きてある限り大石の家を出る心はもうとありません。世間百万の人がどのようにそしり、もの知ろうとも妻の身といたしては夫は死に、夫の道を共に歩むよりほかに我が世があろうとは存じません。おなれ一人の陥落に、家も妻子も顧みず、忠義の心も忘れ果てたお人でございまするぞ。世間のどなた様もご存じなき夫の姿と申すものがあります。その妻の目に映る夫はそれほど根から生えた放らつ者とは思いません。何とは知らねえぞ、身を細らせて苦しむ一時があり、そのために心にもなき放らずに身を崩している節がないでもあります。打ち明けてはくれませんとも、夫の苦しみを我が苦しみとし、同じ屋根の下で共に苦しみと思います。どうかもうその話はしてくださるな。田島の父にもそのように申し伝えてくだされ。頼みます。蔵之助殿には、ただいま、近衛関白家諸大名、新道殿が急用にて参られた。おみたちは、しばらくここで待っていただきたい。明日の糧もなき老老の身に、大志を植えたってどうしもあれば、火曜結婚に酒を飲んでいられる個人もある。命をまともかのことなど嫌になんの思いがないで。
こそ忘れられた。いや、ようおいでなされた。これ蔵之助、何度この年寄りに足を運ばれたら身の主人この井三白様のおぼし召しに従う気になるのじゃ。父様を召し抱えたきおぼし召しが決して浅いことでないの。もう分かりそうなのかしら。おぼし召しの段々、こちらもまたたびたびお願い申しましたる通り、滅亡の周華の前途を見届けず、このへお家にお使い申しては夫のへ宙が立ちませぬ。しばらくそのお話はごめんそうらい、ごめんそうらい。女ども、酒じゃ酒じゃ、城前行って酒盛りじゃ。おなごども遠慮いたせ。はいはい。というはかねて御舎弟大学様をもって願いである朝の家最高のことか。実はの今日関白様のお申し付けに朝の最高のこと、しみじみ様ご縁家先なる甲府中納言様へお頼み申し、直ちに将軍家のお膝に座り願いでくださるよう我ら江戸表使者に立てとのことなのじゃ。お前様が江戸表。なさようじゃ。こなたも知っていようが、甲府様はほどのように日の丸いおいで遊ばさり、六代将軍職をお継ぎなさるお身分のお方じゃ。大学様最高は一も二もないじゃ。大石家と我が神道の家とは血の混じる親類続きじゃ。そなたほどの器量人を親類の一人としていつまでも浪人で暮らさせとない。せっかくの関白様のおしみしに対し親類のわしが立つ手がない。中々江戸へまかり下って大学様最高のことを願ってくるつもりじゃ。のう、浅き復讐などとあまりものを窮屈に考えぬことじゃ。この世はあまり堅苦しゅう考えぬことじゃ。以上の芝居から酒が続いたせいか、この辺りが苦しいようじゃ。よいか蔵之助、約束したぞ。朝の永遠の最高が叶ったら関白様のおぼし召しに従えよ。中納言様が久保様に願い入れられた後、万が一にもそちたちが騒ぎ出すようなことがあると、甲府様にもこのお家にも一方ならぬご迷惑がかかるぞ。これだけは忘れるなよ、忘れるなよ。よいか、年寄りの親切決して忘れるなよ。何が御城代だ、何が御城だ。何を
備上へと申す。大石殿、我ら井戸藩十七人の名代としてわざわざお尋ね申したなりだ。この絵は各々において転がしを遂げるばかり。我らはご起点のご安穏なるご一生を祈りましょう。さあ彼を倒し、俺はこのままじゃ腹が減る。何も言うなと申す。防ぎきれぬほど大きな水のうねりとなってしまった。
大学様のことを言い出したのは一生の不覚、取り返しのつかぬ早まりであったのです。父、なら大学様ご再婚ならぬ吉良様お屋敷。松之丞、それがなるほどなら父はかほどまでに苦しみはせぬ。こちらから願い出ておきながらそのご処置も待たず吉良お屋敷へ乱入いたすとは、あまりに天命を恐れず運命をもてあそぶというもの。それでは天地に恥じぬ復讐とは言えぬ。今はただ時の歩みを眺めて大学様ご処分を待たねばならぬ。広島へ長野お預けのお世話とされを受けなされました。さようか。押し込めのご沙汰が大学様に。本家のご在所広島へ長野押し込めのご沙汰が下りましたか。上杉15万石を後ろに切るとも、
何の恐れることはござりません。ながら先頃中田島豊岡の父よりあなた様ご未定ご放らず殿ご無念のご最後を忘却の様言をどうだ大石の家を離別されて立ち帰るよう再々申し越しております。今日よりご縁切りのこと私よりもお願い申し上げます。帰りたいというのか、田島へ呼んでくれるというのか。はい、松之丞大石の総領家で暇ありませねと吉千代宮の二人を田島へ共に連れ戻りと存じます。それまで考えてくれたのか。吉千代は体も弱い、行く末は出家でもさせて我らの菩提を。いや、体が弱うて武士の務めはなるまい。はい、それにそちはただの体ではない。田島への道中くれぐれも気をつけてな。